阪神決めたかったところですけども、川口がすごかったですね。いやこれは川口選手褒めるべきでしょうね。浦和に失礼、岩田にチャンスが来たのは前半26分です。これ駒野がこの時中に入ってきました。はい、やっぱスペースができて、横の揺さぶりからやっぱこう前田選手の縦裏への狙いですね、やっぱそこがうまくいったところをよく決め切りましたよね。26分に岩田先制、この後前半の3分。